よね。これはでも遠征を見越しての仕上げ方というそうですね。だからまたでもまあ現地で調整する時間短いですから、まあ、かなり体を作ってくると思ったんですけども、ただですね、中間の乗り込み量を見るとですね、やっぱり豊富なんですよね。8月初旬に帰球後、まあ、8月下旬から本格的に乗り込みを開始しましてですね、先週のハンドでですね、馬なりで4波論50秒後、これはもう3番、その週の3番時計ですし、まあ、直前もね、シュートコースでね、ビシッと割れてますから、まあ、力出せる仕上がりだと思うんですけどね。まあ、大丈夫だと8分以上仕上がってると思います。はい。まあ、この馬体重だけ見るとちょっと不安にも思われるかもしれませんが、というところですね。そうですね。はい。さあ続いてはテスタマッタ2番人気なんですが、まあ、前回、ね、骨折明けということで、まあ、プラス体重出てきたんでですね、プラス8キロ490キロですね。前回ができれば細、まあ、絞ると欲しかったんですが、やはりその GA も、ね、このレース使えるかどうか分からなかったんで、中間軽めの調整に終始してましたよね。まあ、その分ちょっと緩めた分プラス1キロとまた増えてしまったと。やはりまあちょっと足元の関係もあってビシッとした調教もできませんから、プラス1キロっていう、まあ、体重が増えたことに関してはマイナス材料と捉えたいですね。なるほど、まあ、前回の日テレ杯ですが、はい、7ヶ月ぶりでプラス8キロ、そこからプラス1キロ増えているということですからね、はい、まあ、ちょっとこの足元不安が残っているかもしれない、うん、そして3番人気7番のバーディーバーディーですが、そうですね、あの9月中旬に帰球してからですね、ビシッと打ったのは直前の1本だけ、その時の調教ビトを見た感じも、まあ、体細いなって印象を受けたんですけどね、やはりマイナス8キロですか、まあ、使い詰めの疲れが出たって感じ の, あのジャパンダートダービーでしたけども、その後ちょっと疲労残って馬体戻りきれなかったのかもしれませんね、そこでのマイナス体重っていうのはちょっと不安材料ですね。なるほど、2ヶ月半ぶり休み明けでのマイナス8キロです。さあそして、他の、セレスハントなどについてはいかがでしょうか。セレスハント自体もです、ね、468キロなんですけども、まあ、466キロでも連帯実績ありますから体重減ったのは心配ないですね。あと、まあ、まあ、それでまあ輸送で入れ込んでたら逆によくはないんですけども、非常に落ち着いてましたし、前足のさばきなんて、ね、スムーズでしたからね、はい、これはすごく状態と思いますね。そしてオーロマイスターについてはかなり熱く語っていましたが、いやでちょっとね、素晴らしい出来でしたよ。もう辻さんの声色が変わりくぐらい、ね、いやいやすごいんですけども、あの、ね、エルムステークスの時も良くなってるという、ね、陣営の話、まあ、大久保先生の話もありましたけども、ただね、私まだね若干雇用硬いなって印象を受けたんですけどね、今日はスムーズでしたね。歩様を固く見せる馬なんで、あれほど滑らかに動けてるっていうのはやはり肩の可動域も広がってることですし、あの中間ね、そのあの美穂の南ウッドチップコースでですね、ビシビシ追われてですね、今週の木曜日も一番時計出してるんですけども、函館にいる時もですね、もうハードな調教をこなしてるんですよ。だからそれでも体重もね、マイナス1キロとね、減ってもいませんしですね、馬体のボリューム感も満点ですから、これはちょっとね、かなりいいと思いますよ。夏の間にこう結構順調に使われてきて、ここで疲れがぐっと出てきてもおかしくはないところなんですが、まあ、フェブラリーステークスをですね、まあ、出走取り消しした後、やっぱりちょっとね、やっぱりよく状態良くなかったですよ。函館で使ってる時も良くなかったですし、吉田隆騎士もやはりその涼しくなってから調子を上げてきたって話もしましたから、暑い時期もそれほど得意なタイプでもないですからね、これはもう涼しくなって状態上がってたら、いやー釣りましたね、オールマイスター見てください、あの気合乗り、もう今ご覧いただいていますが、もうですね、もう自らです、首を振ってですね、この気分よく割れてますよね、はい、もうね、100点、100点100点出ました100点だよ。これはですね、もう現状を読むとですね、まあ、今回のまあ、マイルチャンピオンシップ南部杯に関してはですね、その状態面っていうのは多少一つのポイントになるんですよ、まあ、順調に使われてるオールマイスターやセースハントに対して、まあ、若干ちょっとやっぱり調子に疑問を感じるテスタマッタバーディーバーディー、はい、休み明けのエスポ RC って感じですから、まあ、大久保先生がね映って、もう真っ先にですね、ここパドックに向かってますけどね、はい、もうですね、調教者の気合もですね、こう画面を通しても伝わってきますので、さあ騎乗者が今各馬にまたがってのパドック 再開となります。まずこのエスポ RC がその佐藤哲夫騎手が乗ってどれだけ気合が乗るかっていうのに注目したいですね。そうですね、久々ですから、はい、さあ現在、映し出されているのが3番のエスコハルシチで、そうですね、はい、あと2番の名所バトラが先に馬場に入りましたけどですね、この馬も非常に状態いいですね、
とにかく盛岡ではですね、2着1回3着3回と非常に相性のいいコースですからね、はい、あの状態の予想を見ると注目したいですね。この南部杯でもかなり馬券圏内ではね、そうですね、はい、見せてますからね。その他どうでしょうか。ちょっとバーディーバーディー、ちょっと今松岡騎手乗ってテンション上がってきましたね。そうですね、まあ、できれば、ね、落ち着いてほしいんですけど、ちょっとね、まあ、オールマイスターも危険なときに、これはいい傾向で、先ほどまであんだけのんびりあれたのがですね、はい、ぐっと危険になりましたから。そうですね、騎乗車が騎乗してからのこの気合い乗り、かなりここからはもう見応えがあるところとなると思いますが、さあ辻さんにはパドック、ご覧いただきまして総評をいただきました。さてそれではこの後第23回マイルチャンピオンシップ南部杯本場の入場です。府中の借りは道の区で返す、エスポワールに待ったをかけるか、テスタマッタと内田博之、盛岡は4戦してすべて馬券圏内、戦う女名将バトラーと南部杯3連覇男三幸秀明、G1 6連勝でブリーダーズカップへ、ディフェンディングチャンピオンエスポワールシティと佐藤哲三、サマーチャンピオンは秋も王者を目指す、セレサハンドと2日連続重賞勝ちなるか、福永雄一、悟りを開いて勝利を目指せ、アポロの悟りと岩手の若武者高松亮、強敵との戦いが強い自分を作っていく、グランシュバリエと阿部英俊、ディープインパクトを育てた池江康雄調教師が送り込む3歳の刺客、バーディーバーディーと松岡雅美、最後厩舎2頭出しのもう1頭はマイル戦連帯率5割のスペシャリスト、ジョインアゲインと山本俊也、北海道からやってきた桃の節句に生まれた足毛の牝馬、クロスウォーターと実り姫佐々木実り、全国各地を転戦して今年17戦目のさすらいの天馬、コロニアルペガサスとさすらいのミスターピンク内田俊夫、オーロパーク盛岡のマイスターとなれるか、オーロマイスターと吉田豊、昨年の岩手ダービー馬が JRA 勢に挑戦状、マヨのエンゼルとスーパージョッキーストライアル岩手代表小林俊彦、以上南部杯の本馬場入場をご覧いただきました。盛岡競馬第10レース第23回マイルチャンピオンシップ南部杯は午後4時5分発送です。ここで辻さん独自の視点で南部杯を分析していただきます。もうすでに2頭ぐらい切ってますけどね。あ、切ってかなり今切っちゃいましたけどね。切っちゃいましたか。今切っちゃったんですね。もうドキドキしますね。パドックでですね。はい。はい、さあそれでは、分析早速始めていただきたいと思うんですが、まずですね、エスポ RC ですね、やっぱりね、はい、あの馬体重がいくら増えてるとですね、能力が違うのはエスポ RC なわけじゃないですか、当然のごとく、はい、いくらですね、プラス15キロでも力差があるわけですよね、まあ、その力差があるレースをじゃあ見ていただきましょうか、はい、
が3番手です。12番のエスポワール C 前を追っていく、ね、アラグイはそこからアドマイヤスバル内を通ってサクセスロッケン前のことを絡まってきたが、ホンダ先頭フリオーソに変わった。フリオーソ先頭で直線外からエスポワール C が差を詰める。あとは並んで追い込んでくるサクセスロッケン外を通ってアドマイヤスバルですが、ノーマンをマンツーまでマークしてゴール前軽く仕掛けて対象と3番手離れました、はい、もう力の違いを見つけてきましたからね。もう当面のライバルでサクセスブロッケに関しては対戦成績4連勝中ですし、もうまさしくもう目下的な人。あと馬場状態ですよね。そうですね、今日はやや重という発表になっているんですが、そうですね、先ほどのレースでもそうですけども、はい、1分43秒台の持ち道具の馬が1分40秒2で走ってるわけですから、そんなに縮めちゃう、やや重の馬ですね。やはり 2,3 秒はやっぱりちょっと早い馬場になると、そうなると昨年の南部杯でですね、レースレコードとコマ3秒差で勝った、はい、エスコアらしいですから昨年は1分35秒4で勝ったんですね。そうですね、コマ3秒差ですね、はい、メースアプラがレコードのレコードと、そう考えたらですね、やはり早い時の決着でも対応できますんで、はい、まあつける隙はないと思うんですけどね、今回はね、昨年は4馬身ちぎっての勝利でしたけどね。今年はどうなんでしょうか、ね、ました2馬身後ろ3番テクタマンスマートホルコン大きく離れまして4番テクタマンですね。4コーナーカーブから直線、はい、日本テレビ杯なんですけど、まあ、骨折明けっていうのもあるんですけどね、ちょっと見せ場作らなすぎですよね。後方に置かれてほとんど何もできませんでしたから、しかもこの後立て直す時間もなく中2周っていうこともですね、中間軽めの調整と、しかも太かった馬体も絞れませんでしたからね、ちょっとこの3着までとの間も空いてしまいました。昨年の、ね、ジャパンダートラベル勝ってますけども、コバとの対戦後っていうのは5戦して2着1回は最高と、はい、勝った実績がないんですよね。まあ、ちょっと外国サンバですか、成長力に若干の疑問も感じますんで、まあ、評価、ね、下げてもいいかなって感じするんですけどね。なるほど、現在2番人気のテスタマット、ちょっと評価を下げたい、まあ、そうですね、フェブラリーステークスも、ね、着狙いのテスタメンもありましたから、実績通りの評価はちょっとできないですね。なるほど。さあでは3番人気のバーディーバーディーに関してはどうでしょうか。はい、バーディーバーディーですね、まあ、バーディーバーディーはユニコーンステークスなんですけどもね、はい、まあ、今年のユニコーンステークスのレベルは、ね、どうかっていうふうなことちょっと思ったんですけどね、勝ち時計の1分36秒6が同じ日のコバ1000万というのも0秒6遅かったと、まあ、フェブラリーステークスが1分34秒9ですから、スパルシーが勝ったですが、その1秒なら遅いと、まあ、それであのまあ今カラウマのコスモセンサーがですね、はい、まあ、このコスモセンサーポロキオンステークス16着と、まあ、それはまあ関係ないでしょうけども、ただまあ東波時計、まあ、あとまあ4、まあね、その都合のジャパンダートラベルも、まあ、大敗しますしね、調子落ちとはいえども、まあ、レースレベルが低かった面もありますからね、ユニコーンステークスは、まあ、4着のスターボード昨日1000万勝ちましたけども、で、まあ、状態面に関しても急仕上げな感じでマイナス体重ですから、割引たいですよね。ちょっと状態面で疑問が残ると、そうですね、ところですね。あと、まあ、安城の松岡騎手、エスポワールチーにマーチステークス勝ったの貴重経験ありますから、はい、その勝ちにその任しに行く競馬とかはしないと思うんですよね。そうですか。さあ、そしてその他なんですが、まあ、ちょっと今日ね、辻さんがかなり入れ込んでいるオーロマイスターが、いやー、まあ、ちょっとね、状態面に関しては文句はないと、これだけ状態がいいからですね、大久保陽吉先生もですね、まあ、エスポワールチーを任してアメリカ遠征を断念させる、そんなこと言ってるんですか。それぐらいの意気込みでね、望むっていうぐらいのですね、気合いの張り方なんですよ、はい、確かに、ね、そこのエルムステークスはですね、まあ、怖いから出したんですけど、クリルパッションでやられたんですけど、クリルパッションはですね、過去3回の出していずれも2着に負けてますから、はい、これはもう天敵なんで仕方ないです。なるほど。もともとその東京のダートの 1600m の勝ち星もありますし、左回りのが絶対にいい馬ですから、はい、ベストの条件で大体ですね。なるほど。